残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。どうした？マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようだな。無理もない。フェアリーはマナの木より生まれ、マナの木と共に死ぬ。いよいよ超神となったわしによる殺戮と破壊、そして闇が支配する新たな時代の幕開けじゃ。バカめ、死に急ぎよって。あ、昔これと全く同じことがあったぞ。そうだ、フォルセナの王子と黄金の騎士の時のフェアリーと全く同じだ。あの時は黄金の騎士の捨て身の攻撃で深くにも相打ちになり、長い間身動きが取れなかったが、今度は違う。超神となった今のわしにかなうやつはもはや存在しない。見るがいい、完全体となったわしの本当の姿を。これが新しい神の姿だ。神々しかろう。さあ、地にひれ伏し祈るのだ。そして新しい神の生き贄として死ね。マナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。諦めるがよい。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの？聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。黙れ！そんなもの、わしが何度でも消し去ってやる！超神の前に希望など、いかに無力なものか、思い知らせてくれよ！そんな、バカな！超神が死ぬな！
失わないでくれてありがとう。でも残念だけどマナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないでくれ。違うの、心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。マナの木の種、本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには1000年以上かかるかもしれません。1000年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒しきっと力になれるでしょう。でももし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで世界を見守っていることにします。お別れです、聖剣の勇者たちよ。さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。ジェシカ、大丈夫か？ニヒヒ、もうすっかり大丈夫だにゃ。ナバールのアジトにも各地に散っていた盗賊団のみんなが戻ってきたらしいにゃ。我々も戻りましょう。お父様！おお、ジェシカ、それにホークアイも。わしは長い間悪夢を見せられていたようだ。イーグルのことは皆に聞いたよ。残念だ。イーグルのためにもわしは奴が愛したこの盗賊団を守っていくぞ。世界からマナが失われ、砂漠の水も枯れる一方と聞く。ならばわしらが次に盗むものは決まりだ。自然というやつから水と緑を手に入れるのだ。かつてこの砂漠も緑豊かな大地だったという。もう一度砂漠に雨を降らせ、緑の大地を取り戻すのだ。その方法は必ずあるはず。それまで頑張ろう。そうです、とうとうマナは失われてしまったのですね。魔法はマナの力ですから、魔法も失われてしまいました。私の魔力も消えてしまったので、このアルテナもこれから辛い寒さとの戦いになるでしょう。大
丈夫よ、お母様。みんな寒さなんてへっちゃらよ。だって私たちにはこの熱い心があるんですもの。アンジェラ、そうね、アンジェラの言う通りですね。魔法がなくても頑張って寒さと戦っていきましょう。はあ、せっかく魔法が使えるようになったのにちょっと残念だったな。でもいいの、魔法よりもっと素敵なもの見つけちゃったもんね。あ、なんだそれ、何ジロジロ見てんだよ。俺の顔に何かついてんのか。秘密。ステラおばさん、心配かけてすまなかった。全て終わった、終わったんだ。いいよ、何も言わなくても。さあ、お城の英雄王様に会っていらっしゃい。そうか、デュランには辛い旅であったな。デュランよ、悲しむことはない。黄金の騎士ロキは今お前たちの中によみがえった。彼の魂はお前たちと共にある。これから我々はマナの女神様を頼らずに我々自身で未来を作っていかなければならない。デュラン、いや、新しい黄金の騎士たちよ、フォルセナと世界の未来を導いていってくれ。頼んだぞ。